Shall we begin?ありました。リノスマンでございまーす。皆様本日もご覧になっていただいて本当にありがとうございます。はい、今日の、動画なんですけれども、購入品の紹介でーす。はい、最近ね、またちょこちょことね、買いましたので、その買ったものをですね、今日の動画で紹介していきたいなと思います。はい、今日はですね、まあちょこちょこって言っても今日は2点紹介させていただきます。はい、まず一つ目、今かぶっております、キャップですね。アディダス、アディダスのキャップを買いました。はい、シンプルなね、このトレファイル、柄がですね、ポーンとフロントに、1個あるやつです。はい、まあ形的にはね、浅いやつですね、ローキャップですね。で、後ろが、ベルトで調整するタイプになっております。で、この部分にね、3本線がついてますね。はい、まあ本当に何の変哲もない、シンプルなキャップです。ずっとね、アディダスのね、このキャップも、まあナイキ同様ね、欲しいなとずっと思ってたんですけれども、まあこれもね、なかなかタイミングが合わなくてね、今頃になってしまったんですけれども、去年ぐらいかな、アディダスのね、同じような感じのね、パーカーを買ったんでね、どうせならね、キャップも欲しいなってずっと思ってたんですよね。こうバチバチで合わせたいじゃないですか、どうせならね。あの下もアディダスでね、もちろんスニーカーもアディダスでね、もうなんかやるとなったらもうそのぐらいバーってやってアディダスボーイにした方がなんか良くないですか、たまにはですね。やっぱりどうしてもナイキがね、多くなっちゃうんでね、もちろんアディダスもね、大好きなんでね、もうそれを忘れないためにアディダス使おうぜということでですね、それをしっかりと心に刻むためのこのキャップというふうに思っております。はい、ちょっと話長いですけどね。はい、これが1個目で、2個目です。こちらです、どーん、久しぶりですね、グレゴリーのバッグです。はい、シンプルなね、ポーチですね。はい、すごくデザインがポップですよね。はい、ロゴもすごくポップです。それもそのはずです、これはですね、キッズラインのアイテムなんですよ。はい、今ではね、なかなか見かけなく、なったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、特徴としてはね、やっぱキッズラインなんで、ベルトがね、短いんですよね。まあ、まだまだ伸ばせるんですけども、基本の、大人が使うようなサイズのものよりかはですね、やっぱり、作り的には小さい、感じになっております。はい、これをね、もう今年42歳のおっさんが使おうってんだから面白いですよね。非常にね、ポイントになるんじゃないかなと思います。ワンポイントでこういうの入れるっていうのはね、いいんじゃないかなと思います。夏なんか特にいいんじゃないですかね。はい、ということでですね、今日は簡単ですけれども、最近買った、商品をですね、紹介させていただきました。はい、ということで今日の、動画がですね、ちょっとでも面白かったという方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。じゃあまた次回僕の動画見に来てください。 See you next movie. Bye bye. Thank you.